皆さんこんにちは、ドッキュン大好きリンタです。今日は僕がお話しするよ。見て僕の軽やかな足、ここ触られると足が動きたくなるんだ。今日行ってきた温泉は新町温泉のところに行ってきたらしいよ。僕はお車でお留守番。昨日取り掛かって、ここに来ようと思ったんですけど、昨日はちょっとお休みでした。昭和40年代を感じるお風呂屋さんみたいです。そういうレトロなお風呂屋さん好きなんで入っていきたいと思います。入ってきます。かなりレトロな感じです。大好き。こういうところにはほとんど若い人がいないんで、本当のんびり入って静かに入れるかなって。レトロすぎ、もうほとほとんな。じゃあ僕はもう眠いのでニンニンに変わるね。はい、じゃあ今ニンタの方に喋、ニンタから喋って、ニンタからニンタが喋っていたんです。今ニンタが喋ってたんですけども、今日車中泊してるところはコインパークですね。道の駅さんが若干遠くなっちゃうんで、ガソリンで考えちゃうとコインパークの方がいいかなっていうところです。今日作っていく、車中飯の方なんですけども、こちらですね、シャトーブリアンと、道の駅さんで購入した黒アワビだけですね。これを使って贅沢にカレーを作っていきたいと思います。本当はね、もう湯煎でやろうかなと思ったんですけど、2人分となっちゃうと逆にこっちの固形燃料の方が安かったんで、もうこれから作っていきます。炒めるところから作っていきたいと思います。それではニンコの方に変身したいと思います。変身。ニンコです。もう一回。はい、作ってきます。水気を落とします。玉ねぎの水気を落とします。香菜の油入れてきます。
ちゃった。でもまずそうなっちゃったじゃん。色とかね。どうしよう。はい、それではいただきたいと思います。カレーにシャトーブリアンに黒アワビだけですね、いただきたいと思います。先にカレーの方からですね。はい、ではカレーいただきます。あ、うまっ。あ、もうかな、もううまいです。牛乳のまろやかさもあってすごい美味しいですね。あのカレーの中に入れた、黒アワビだけですね。いただきます。食感がすごいですね。うん、おいしい。バター醤油で炒めた黒アワビだけですね。いただきます。あ、うまい。あのいつも椎茸ばっかりなんですけど、食感が全然違くて風味が一気にきますね。はい、シャトーブリアン、そのまま、がぶりつきます。いただきます。柔らかい、うまっ。うまっ。いや、うまっ。やばい、うまい。いや、超うまいです。うん、これをちょっとカレーと一緒に食べると、うまいです。はい、そしたら全部食べていきたいと思います。それ全部食べちゃうの？うん。俺全部、俺の分は？はい。デザートいただきます。ちょっと初めて食べるゼリーですね。いただきます。おいしい。みかん違いますね。あ、みかん全然違う。普通のゼリーとでは全然美味しいです。こうして一人完食するのになった。あ、いらない、そんな口から出したやつ。はい、伏せして、伏せ、伏せして、伏せ、もっと伏せ、もっと伏せ、そう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 、あ、お手、はい、おかわり、お、違うよ、おかわり、そう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 。食べ終わりました。忍太の方もドッグフード食べ終わりました。岡山県に来てなかなか南の方に行けないんですけど、まあ、明日は おそらく、神社かな、お人形がたくさん並んでる神社があるらしいんですけど、そこ行って次の日ぐらいに岡山城行って、おそらくまたパーキングに車中泊かなと思います。スピード感が全くないです。結構ね、前の四国の旅の時は1日に、ね、2、3カ所ぐらい回したんですけど、今回は道の駅さんの周辺の、まあ、観光 PR じゃないですけど、そういうとこ回って動画にできたらなとは思ってます。今日の動画はそんな感じになります。はい、動画の方が良かったら動画の評価とチャンネル登録をポチッとポチッポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。